立浪和義監督、55の辞任が決まった中日は公認人事に着手している。複数のスポーツメディアは、最有力候補に井上和樹二軍監督、53の名前を挙げている。鹿児島省からドラフト2位で入団し、中日一筋19年で現役を引退。中日では一軍打撃コーチ、二軍監督を歴任。 20年から22年までは矢野阪神でヘッドなどを務めた。顔を見る、ポスト・立浪の有力候補に急浮上。チームを最も把握する男を見る。今季の2軍は、ソフトバンクと最後まで優勝争いを繰り広げるなど、その手腕に期待する声は少なくない。そんな中、井上2軍監督とは別に、監督候補として噂されている人物がいる。 二村徹編成統括、62、です。とは、地元マスコミ関係者。現役時代は星野千一、高木森道監督などの下でプレー引退後は中日、楽天で二軍監督、一軍ヘッドなどを歴任するなど、指導者としてだけでなく、スカウトの経験もある実務派です。イースタンの編成担当ながら、 ここ最近はバンテリンドームで試合を視察することもある。1990年代の二軍監督時代には荒木、茨田井端の荒い場コンビを徹底的に鍛え上げたし、20年からの2年間、再び二軍監督として岡林や石川らの育成に尽力した。立浪政権の3年間で良かったところ、悪かったところも理解している。 井上二軍監督はまだ中日に復帰して1年しか経っていない一方で、二村編成統括は球団内でチームを最も把握している人物と言えます。球団内には、二村さんなら、岩田や荒木、福留康介ら幹部候補を球団に呼び戻すこともスムーズにいくのではないかとの声もあるという。27日、大島オーナーは公認人事について、まだまだと明言を避けた。 第35代監督に就くのは誰か立浪監督や西武松井監督の迷走で露呈したのは球団のビジョンなきスター頼みの危うさではないか西武などで活躍した迷宮会会員の山崎博之氏は人気選手を監督にしただけで勝てるわけがないとバッサリ。この現状の何がどう問題なのか山崎氏が通列批判したこととは